え今,日のえ今回のテーマ、うん、お願いするですね。えはい、今回、そんなに難しくはないんですが、ちょっと長いんですよね。例えば、1つ目、うん 1>、すみませんが、何々していただけませんかっていう言葉を使って言ってみましょう。なので、はい、毎回毎回、このすみませんが、何々していただけませんかを入れて読んでください。はい、1>, 1つ目、ちょっと説明します。 すみませんが、ちょっと説明していただけませんかはい。すみませんが、ちょっと説明していただけませんか、えー、?2 番、もう一度ゆっくり言います。この言いますがおっしゃいますっていう言葉を使って考えてみてください。はい。すみませんが、もう一度ゆっくりおっしゃっていただけませんかおっしゃって でってこう小さいつが二つ並びますよね。なのでちょっとこうあのリズムというか拍を意識して読んでくださいね。えー、はい。すみませんがもう一度ゆっくりおっしゃっていただけませんか。すみませんがもう一度ゆっくりおっしゃっていただけませんか。おっしゃっておっしゃっていただけませんか。はい。 すみませんが、もう一度ゆっくりおっしゃっていただけませんかはい。3番、使い方を教えます。すみませんが、使い方を教えていただけませんかはい。すみませんが、使い方を教えていただけませんかすみませんが、使い方を教えていただけませんか ?4 番、あした。

すみませんが、明日、もう一度、いらっしゃっていただけませんか。なので、5番いきますね。はい。はい。<す>一つ、送ります。すみませんが、一つ、送っていただけませんか。はい。すみませんが、一つ、送っていただけませんか。すみませんが、一つ、送っていただけませんか。 6番コピーを取ります。すみませんが、コピーを取っていただけませんが、すみませんがコピーを取っていただけませんか？すみませんが、コピーを取っていただけませんか？